富士ステイグスは、まあ、えーと、芝の千六百メートルの g 2ですよね。まあはい、東京も天気は安定してます。晴れだと思いますね。両場もできると思いますね。はい、まずね、ソーバリアンとかマイルに出てきたっていうのは、うん、これはどうなんかなと思いますよね。うーんそのね、まあ、軽い芝もわからへんし、千六もどうか。そのね、前走でせっかく復調したじゃないですか。まあ、あの、はい、着差はね、めっちゃちぎられたけど、あれは。でも、やっぱり。 おちゃんと知っとかなあかんのはやや思って発表やけど,ふどもうやや思もよりも全然ひどいババやったんですよね。はいうん、なのでプログノーシスの,あの大差勝ちっていうのはやっぱプログノーシスの適性の高さっていうのがつけた,たあの大差であってでも3とはいえまあまあ復調してきてると思うんですよね。そこでここまで一気に条件を変えてくることがどう出るかですけどもいいままちだったしなあ<ー>なんんかあんまり あんまりいいい感じはしないんで、うんまあまあ確かにその中山記念ってあのそ,のその次の成尾記念を見てもちょっと普通ではなかったと思うのでまあ、ねまあ、距離適正を測るのがどうかなとは思いますけども、うんまあ、戦力も分からへんしやと。 やっぱり軽い島間わからないじゃないですか。はあ、まああの確かに北海道とかで上がり三十三秒台スローで使ってるレースあるんですけど、なんか東京のイメージってのもあんまりわからんわからんからちょっとわかるんですよね。これ正直ね。んこんまあどうどういうことかって言ったらこんな人気してたら変わんって話、ね、そういうことですね。そういうことだと思います。はい。うん。 でですね、ダノンタッチダウンか。これも、あれやな、力比較難しいな面白いですけどね。あのこのまののはね、でもあの、川崎氏とかが、もう、デイリー杯の時とか、浅い杯の時とかに、これ両方とも日着で負けてますけど、まあ、まあ、今はこういう競馬しかできんので、しゃーないみたいなこと言ってたんですよね。うんうん、でもあの、一応前奏の,、あのー、の NHK マイルとか見たら、同地の位置取りが、まあ、了化してるし、まあ、一応の、 前進は見込めるかなと思いますでも、よう考えたら、ここの勝ち馬がいるのに、シャンパンカラー全然終中ないってどういうことやろうね、これ。<laughs> まあ前走の分ですかね。うんまあ、前走は確かにね、安田記念でうん、ちょっと負けすぎな感はあるけど、うん 2> 2でも東京、<何>うん東京戦6っていうのは、ね、3勝してるわけですからね、この舞台でここまで人気ないっていうのは、あとまあ金量があるんか、2> 2キ57キロになってしまうんか、はいんね、そっかそっか、それの分か。 まあ確かに57キロは重いですよね。うん、まあでもそれでも人気なさすぎると思うけどな。はい、確かにね。決、うん、められすぎや。あとまあナミ、ナミウールが人気か。あー <laughs> ナミウールも前走まあまあ、そうやな、ここにそうだから両方とも出遅れないやろ、これな。まあ、それはちょっと嫌ですね。うーん、そうですね。うん、まあもちろん3走前の東京新聞杯だけ走れば全然好勝負可能やと思いますけど、 ここにうがひどい結果の割には人気が落ちひんし、しかも,も、ジョアンモレー乗ってくるから人気しますからね。えー、これも私、人気とのなんかバランスっていうか、釣り合い取れてへんような気がしますね。なんかそう、そういうふうに見てると、なんか、じゃあうバリアントってなる、なんか、記者が多いのも、なんか、わからないな、みたいな,感じな。いや、わ、ま、かりますよ。あの、一周回ってくるってやつはあるんですよ、予想 <laughs> しとったらよ。最初のこの人にしたら何やねんとか思って、見ていったら、いや、あんまおらんな、なるほどって、それはあるんですよね。<laughs> ねかよね確かにそのパターンあるんですよ。<ー>そのパターンめっちゃあるんですよ。うん いやだから自分もこの馬にこの馬になんか熱い印打つつもりなんか全くなかったのになんか打ってもうてるわってあるんそれはやっぱ競馬を横との戦いやっていう,うまさにそ,のそ,、ね、それを示すもんですよね、うん、ジャスティン・スカイねちょっと前走とかはひどすぎるけどこれねジャスティン・スカイあの4走前のアキーロステークスだけ走れば全然勝負になっていいですからね 言ったらこれ、給与は入れたことはいいことやと思いますよ。給、う、与、ん、を入れたことによって、あのーまあ、立て直された効果っていうのは、このジャスティン・スカイはしあの注目したいですよね。うんうん、だって秋、アキ色ロ・ステーグスあれですよ、そのあとに、あのー K、KO 杯ス、あのスプリングカップを勝つレッドモンレーブを倒してるわけですよ。 そうですねあと,あとエターナルタイムか、前奏内容を見たらね、専用もあっさりこなしてって思いましたけど、まあ、前奏でもスローですから、うんまあ、2奏前のポカがちょっとよくわからないんですけど、ちょっとこれわからんけど、もそれまではめっちゃ強かったわけですから、うん、まあまあ、この昇級してもなというのは思いますけどもね、うん、もまあずっとあの、うん、東京に標準を当てられて使われてるっていうのもいいと思いますね。はいうん これも人気でしょうけどね<え>。まあ、人気しますよね。ね<え>うん、そうですよね。うん、まあ、あとイルーシブパンサーか、はい、うん、前祖のやつだけね、いまいやな。ね、これなんかふに落ちないですね、うん。うん、東京でね、これそうですよね。あのー。やっぱ去年の東京新聞杯がめっちゃ強かったから。そう。 で、去年の安田記念って、これ、一番人気で8着に負けてますけど、5層前ね。この時はもう超スローで、上がり32秒6使ってるから、これは0.2秒差で言いないようなんですよ、8着でも。はい、でも、全層はあかんすわ。う,ん、うん。正直、これぐらいのメンバーやったらっていう,いうのは思あの、東京新聞杯だけ走ったら、普通に突き抜けるんちゃうかと思いますけどもね。う,ん、うん。ちょっとまあ、当てにならんな。は,はい、そうですね。うん うーんあとはどうですかね。なんか帯に短しみたいなのばっかですね、うん。レッドモンレーブは東京は合いますけど、1006と1004やったら私は1004の方がいいと思うんです,よ、ねですね、まあそれでも、それ千四の方がいいんですけど、それでも前奏の安田記念だけ走れば、ここやったら全然好勝負になると思います。うん、うんは。これね、だって前奏の安田記念、これもまあ、最先着でしょ、このメンバーやったら。はうん。全然いいと思います。これ、<え>うん、全然いいと思います、ね。1キロ重いんですよね、これ。まあまあ、G2 が合ってるからね。ねうん そこの辺がどうかなと,ちょっと、うん、あと、マテンローオリオンか。うん、なかなかよくならへんけどな。もでも、つい乗り変わりますあ,あと、うん、なかなかよくならへんのと、プラス、そうダノンスコーピオンが、あのー、ああ、その後ね。うん、うん。そうなんですよね。ダノンスコーピオンもその後もあんまりよくないっていうのもちょっと気になるんですよね。はあ、そうですね。これ、ノリさん、あそうかまあダノンタッチダウン乗るってことか。でもね、ついに変わりましたね。うん。うん そんなとこどうですかステラベローチはね、やっぱ道あるややの方がいいと思うし、やっぱ戦六がどうなんと思いますよね,ね。2歳児は走ってましたけどみたいな、うん。あと1年7か月ぶりっていうのはやっぱちょっとな。うんうん、やっぱちょっと、一、ね、回使ってからじゃないかなと思いす、ね。鬼のような攻め量あるんですけど、ねうんお。いや、でもそれやったらなんで戦六なんてちょっと思ってしまいますね、うん。確かに。はい キラーアビリティも1600円の距離短縮を軽い芝っていうのは両方ともちょっとパッピンパあんまりピンとこへんですね。うん、うん、確かにあんまり回転もおれへんな。で、一周回って相場に、本当に頭みたいな、来たは多いってなんかわからんでもなくなってきましたよ。なんかうんそうですね。<laughs> はい。なかなか、なかなかちょっと難しいなと思いますね。だからマイルチャンピオンシップもちょっと、この結果が結構大きく左右しそうな気もしません。し,しないでもないですね。そうですね。ちょっと難しいな、蓋開けてみないと。馬券を買うのは難しそうですね、これは結構。うん。 以上ですね。はい、はい。というわけで、たくさんお話いただきました。以上、月曜日段階でのフジステークスの重症展望でした。